チャオ、あっちゃんです。久々にポテチタイムをしたいなと思って、そこのストックのところから持ってきた男気七味マヨビーフ温度やけど、はい。では開けたいと思います。ピリリとうまい男気七味マヨビーフ、男気三ヶ条パート2、ピリリとした刺激に癒されるべし、濃厚な旨味にまどろむべし、ついついうっかりもう一杯たしなむべし。何をいっぱい？あげられ。ありがとう。おお、なんかいい香りがする。ちょっとね、ちょっとほんのり赤いの。じゃあ、いただきます。七味は結構好きなんでね、いけると思います。男気マヨビーフ。あれ、辛くないの？ああ、あ、後から来る。うん、ビビるとしたら気が気に癒されるべし。あのね、食べ終わって口からなくなったら辛い、癒されるわ。濃厚な旨味にまどろむべし。慣れてきた。美味しい。一口目めちゃくちゃ残りが辛かったけど、ああ喉が痛い。後から来る。うん。いや、うん、やっぱ女の子だから無理です。何人かやかましい言うとれろ。ついついうっかりもう一杯たしなむべし。もう一杯麦茶をね。麦酒じゃなくて、ね、でも美味しい。マジで、あの普通にレビューすると、口入った瞬間ね、あのマヨとビーフエキスのポテチがすごく美味しくてね、ほんのり七味のいろんな、そのなんていうのかな、七味って7種の味、何が入ってるのか知らんねんけど、多分柚子の皮とかね、いろんなものが入ってるらしいね、七味って。なんか七味があんねんけど、あんねんけど読まれへんちゅうねんな。ちょっとね、なんでこれを読むねんちゅう話なんだけど、七味にはね、7つの味が入ってて、唐辛子、なんだこれ、陳皮って何や、ごま、山椒、ケシの実、青のり、生姜、1、2、3、4、5、6、7、この七味そんなしか入ってへんねや。うん、あのね、こっちはね書いてへんね。唐辛子粉末醤油とか書いてあるだけで、七味の素は書いてないねんけど、香辛料とか書いてあるだけで、うん、七味って確かね、なんかいろんなね、のが入ってるはずやねん。だから、一味は、ハバネロみたいな、もう、激烈に辛いんだけど、七味ってめちゃくちゃ辛いわけでもないね。うん、でも、辛い七味もあるし、うん、調合、配合次第らしいんだけど、さっきは七味が結構好きでね、うん、漬物とか、七味結構かけるタイプやって、昔は。最近ちょっとかけないけど、男気七味マヨビーフは美味しいよ。まあね、ある意味七味マヨって美味しいよね。スズメとかエイキレとか七味マヨやったりするからね。昔ね、うちの会社のお客さんの
おばあちゃんが七味を調合してるって、もらったことがあってめっちゃ美味しかったよ、そんなこともあったからね、七味は美味しい。もう辛いだね。あと引くからだよね。七味前は合うんよね。あ、辛い。もう美味しいよ。まあ、あと引く美味しさ。久々にポテチ食べたら美味しいね。男気七味マヨビーフでした。視聴者さんにもらってきたんだけどね。美味しいよ。子供と二人で、ヒカと二人で食べてみるよ。量は彼に食べへんからね。帰ってくるまでこっそり食べろ。見せびらかして食べるのもかわいそうでした。ということで、今日は男気七味マヨビーフを食べてみました。美味しかったです。ごちそうさま。辛い、マジで辛いのは辛いねんけど、もう食べられへんとか痛い無理とか胃が痛くなるっていうほどじゃなくね、ヒリ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 はする。ベロの上とかでヒリヒリするけど、うまみと辛みがちょうどバランスがよくってね、あっちゃんは好きです。七味は好きなんで、また、いただいたポテチがまだストックにあるんで食べたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの、おやつタイム、男気七味マヨビーフ山吉さんのポテチでした。美味しかったです。ごちそうさま。ということで今日のあっちゃんのポテチ紹介、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。ちょっとベロが痛い、辛いです。ではまたね、バイバイ。